星の輝きをその瞳に宿す者、タンバリン星国の王子を探しにコメットは遥か彼方の星地球に向かいました。素敵ね、今旬の歌って。今旬、今旬、今旬って今なら旬、彗星のごとく現れた新人ミュージシャンよ。へえ、素敵ねえ。来週の彼のライブに行って一緒に盛り上がりたいと思わない？はい、盛り上がりたいです。ツヨシ君も盛り上がれ。ネネちゃんももっと盛り上がる。パパは盛り上がらない。うん、ツヨシキ憲法第2条、盛り上がるときはみんなで盛り上がろう。だってパパは興味ないもん。いいの、パパは抜きで、上手お好き。パパいじきちゃった、かわいそう。パパがいけないんです。でも今旬って人気あるからな。チケット取れるかしら。なになに、前売り完売となると当日券があるかどうかだな。パパったら。じゃあ早起きして買いに行ってみます。よしくんも、ねねちゃんも、姫様、姫様。なに、あのテレビの人キラキラしてるもん。キラキラ、チクとハンパン、まるで苦いキャンディ。うん、なんか輝いてるね。ダボダボ、この人かもしれないぼ。うん、絶対この人だぼ。やっと見つけたぼ。コメントだ。はい、広い来週もよろしくね。お疲れ様です。お疲れ。この次は BB ラジオ。シュン、おっと、いけね、気合。だから休み取れって。平気平気、次なんだっけ。だから BB ラジオでトークだけど。オッケー、軽い軽い。やばい。いいじゃん、せっかく待っててくれたんだから。ああ、どうもどうも。私、あなたの歌大好きで、その、ライブ頑張ってください。ありがとう。おーい、シュン、しかし、こんなに早く野音が決まるとはな。ライブハウスのワンマンってだけで上出来だと思ってたのに。しかも、チケットは即日完売だぞ。俺はだんだん何が起こってんのか分からなくなってきたよ。何言ってんの、黒岩さんが張本人でしょ。おかげで寝る暇も。うわ、おいおい、大丈夫か。平気だって。スタジオまで何分。20分ってとこだ。オッケー、そんだけ寝れりゃ十分。頑張りすぎなんだよ。でもやろうって言い出したの黒岩さんだろ。
どうも。珍しいな、今時そんな曲。そっちこそ物好きだね。君高校生かい？学校は。ああ、なんかリクエストある？じゃあそうだな、地味編とか。悪いね、俺は俺の歌しか歌わねえんだ。どうです社長。なんだねこの曲は。え、あ、はい。耳障りな音ざますわね。うちのカラーとは違うんじゃないの。売れんなこれは。お言葉ですが社長。今川俊って言ったかね。君ルックスはいけそうだけど、バックダンサーで働く気あるかね。なんて社長。お邪魔さん。おい待てよ社長。私は私の首にかけても彼を担当いたします。彼の音楽は売れます。必ず受け入れられるはずです。本物の曲が売りたかっただけなんだよ。それがいつの間にかこんな騒ぎに。師匠。師匠。おお、圭介、畑行くとこだ、手伝うか。いいですけど、あいつは。あいつ、ああ、コメットさん。あ、いや、強したち。今日はライブに行くんだってさ。ライブ？今なんとか。今は旬ってやつですか？そうそう、そいつ。チケット買えればいいけどな。あ、どうした？コメットさんがいなくてがっかりか。そんなことあるわけないでしょ。さ、仕事仕事。残念ながら当日券はこれでおしまいです。じゃあね、せっかく来たのに。うん、残念だけど。あら、いけない、大事なチケットが。え、チケット？いいな、いいな。予約してたの？何？背広越しに来たんだぼ。嫌な感じだぼ。ほら、尻尾を巻いて退散していくわ。いい君ったらいい君なのよ。姫様、やることがちょっと大げいな。何ぼやいちゃってるのよ。こういうのを先手必勝というのよ。私なんてテレビを見て2秒でひらめいてチケット予約よ。今頃来たって遅いったら遅いのよ。はい、もしもし。あ、コメットさん、どうだったチケット。はい、ダメでした。はい、そうですね。はい、それじゃ。ねえ、ママがっかりしてた？ずーんと落ち込んでた？うん、でも残念だけどしょうがないよねって。そっか、そっか。ねえ、せっかく来たんだから今日はお散歩にしよっか。つよしくんつまんない。ねねちゃん、今週見れなきゃやだ。おーもやば。もう、ラバボーまで。あ、見て見て。なに？ほら、あれあれ、雲のお菓子。シュン。おーい、シュン。あ、すいません。大丈夫かお前、休憩入れるか。じゃあちょっとその辺歩いてきます。あうん、うん、おいしい。おいしい、おいしいね。あら、お昼寝してる人たちがいるね。お天気で気持ちいいからだぼ。星国にはね、お昼寝人っているの。お昼寝人？そう、お昼寝ばっかりしている星人。ふーん。その星人の寝顔を見ていると綺麗な気持ちになれるんだ。お昼寝は気持ちのお洗濯みたいなの。思い出すな。あれ、映っちゃった？待ってね、それ。ここでお昼寝人になる。ねえ、なるなる。ねねちゃんもお昼寝人になる。うわあ。
何誰？変なお兄ちゃんだ。あらら、寝ちゃったぼ。きっと眠いんだ、寝かせてあげよ。でもこれ、つよしくんの雲。ねねちゃんのだよ。大丈夫、またぴょっと新しいの作るから。ほんと？遅いなぁ。旬のやつ、何やってんだ。ほら、気持ちいいよ。ぴょんぴょんぴょん。つよしくんも、ねねちゃんも。気持ちいい。潮風も美味しい。姫様、これならいけるぼ。うん、これならご飯3杯ぐらいいける。うな、王様みたいな親父ギャグ言って、空の上からコンサート見られるってことだもん。え、どれどれ。ほんとだね、今しょ見られるぼ。もっと近くまで行くぼ。さあ、姫様もこぐんだぼ。さあさあ、姫様もこぐんだぼ。さあ、姫様も。なんで姫様までお昼寝人になっちゃったのかも。もうみんなで寝たら、ぼうまでお昼寝人になっちゃうぼう。いい加減に開けないと、ぶち壊すから、ぶち壊す。大変長らくお待たせいたしました。2列に並んでご入場ください。いよいよあるんだわ、頑張り星国の勉強に。まだ確証はございませんが。おーい、シュン。どこ行っちまったんだよ、まったく。アクション。あ、いけない、すっかり眠っちゃった。つよしくん、ねねちゃん、これさ、起きて、風冷たくなってきたから帰ろう。あれ、もう一人の人は。あれあれ、どうしたんだぼ。いや、それがもう一人の人、どっか流れていっちゃった。これ以上引き延ばせません。早くシュンを連れてきてください。分かってます、もうすぐ戻りますから。まさか仕事がきつくて逃げたんじゃないでしょうね。な、シュンは、シュンは大切なファンをほっといて逃げ出すようなやつじゃないですよ。でも戻ってこないじゃないですか。大丈夫なのかね。うわー、遊園地楽しそう。ごめんね、遊んでる暇ないの。早く見つけないと星力がなくなっちゃうから。なくなっちゃったら海にドボンだぼ。ドボン。そうなる前に星力出さないと。でもどこ行っちゃったんだろう。多分風に流されていったんだから、風下の方だと思うぼ。でも見えない。はっ、そうだ。なんだぼ。ラバボ、星力吸収。オーケーだぼ。星の子たち、私に力をください。みんなが持っている力を一つの輝きにして。
幾千億の星の子たち、きら星の輝きを、そして数多の力を、私の星力に変えて。エトワール。さあ、きっとこれで見えるはず。見える？何が？ほら、あれと同じの。船が通った後、あれと同じ雲の尻尾を探して。あった、あったぼ。きっとあれがそうだぼ。そうに違いないぼ。よーし、追っかけよう。イエーイ！やっほー！すごいすごい！いた！あ、でも雲が薄くなってるぼ。大変、星力が切れかかってる。捕まえてラブ。わかった。よっぽど眠かったのね。姫様、それより大変だぼ。ん？今週のライブもう始まってる頃だぼ。今週見たい見たい。この際だからちょっと見てこっか。やった。これ以上引っ張れませんよ。来ます、もうすぐ。いや、もう中止にするしかない。おい、アナウンスの準備しとけ。待ってください、シュンは必ず来ます。あと少しだけ待ってください。もう我慢できないわ。できないわったらできないわ、できないわ、できないわ。どいて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 ったらどいて。殿下が現れないのなら私が歌うわったら歌うわ。なんだあの子は。ああ、素人飛び入り歌合戦になっちまった。ほら、演奏始めて。ああ、待って待って。俺の曲。あ、寝過ごした、やべえ。あ、待って。何？何よ何よ、いきなり何よったら何よ。なんだこれ、演出。俺一体どこに。みんな待たせたな。今の気分は最高だぜ。それじゃあどんどん行こうぜ。せーの。
公演は終了いたしました。忘れ物などなさいませぬようお気をつけてお帰りください。なんとか絶対もう一度会うんだもん。うん、私も会ってみたい気がする。また今週に会えるかな。会える会える。あっちだもん。ありがとうみんな、今日は本当ありがとう。じゃあちゃんと並んでくれるかな。おいしゅん、もう疲れてんだからやめとけって。大丈夫、今日は本当気分がいいんだ。私が一番に決まってるでしょったら決まってるでしょ。君は飛び入りでステージに立った。そうですって、その通りですわ。殿下、殿下って私のことお分かりになられます？売り出し中の新人さん、また一緒のステージに立てるといいね。ごめん、ちょっといいかな。シュン、あの君は、やっぱり君だ。なにコメットがどうしたって言うの？彼が王子様かどうかはわからないけれど、コメットはまた瞳に輝きを持つ者と出会えたようです。今度の出会いは相手の人にとっても素敵な出会いだったよう。さあ、この二人はどうなっていくのでしょうね。男の子に好きって言われちゃった。でも好きってどういう気持ちなのかな。姫様なんだか乙女チックだもん。次回コメットさん、初めての好き、キラッとお楽しみ。輝きまた見つけるもん。